プレゼンテーションを開始して、3点リーダーをクリック。ライブ編集を表示をクリックすると、別端末で同じデザインを開いて編集すると、プレゼン中でも編集結果が反映されます。1ページ目と2ページ目の間に、別端末でページを追加すると、再生中のプレゼンにも反映されるので、プレゼン中に画像や資料を追加することも可能です。ライブ編集を非表示にすると、別端末で編集しても再生中のプレゼンには反映されません。もう一度ライブ編集を表示にすると、編集内容が反映されます。超絶簡単です。